皆さんこんばんは。のりたけひろゆきスーパーバンドです。今ちょっと緊張と興奮のあまり立つことができないのでお許しください。そういうわけで念願のソロアルバムができまして、まだ発売はしていませんが、今日こうやって、それに先立つ形で、こういう素晴らしいメンバーの方々と、ライブができることを、とっても幸せに思っています。はい。で、1曲目にありましたのはアルバム Dreams Can Go の1曲目に入ってます Time to Landing っていう曲です。で、2曲目は、レコードでも2曲目の Secret Market です。多分次は3曲目をやると思いますが、その前に、今日のスペシャルなメンバーの方々を紹介したいと思いますので、皆さん惜しみない拍手をお願いします。では行きます。オンサックス&イーウィ、今日は、スクエアから、フロントマンがわざわざこの日のために駆けつけてくれました。宮崎貴博。次はオンキーボード、彼もスクエアからやってきました。今日は、古川さんの陰でいろいろと無理難題を押し付けられていることかと思いますが、素晴らしいキーボーディスト松本圭司。では下手に参りまして、オンベース、今回の、ドリームスキャンゴーの中でも数曲参加してくださってます、大好きなベーシストです、グルーヴマスター村上清。そして、オンパーカッションです。バタロウさんとは、スクエアでもいろんなイベントで参加していただいたり、某飲み屋でよく一緒に騒がせていただいている今日この頃、彼は普段はスタジオワークで多忙の中こうして今日はこのライブのために来てくれました。レコードにも参加していただいてます。三沢万太郎。ステージ中央寄りをご覧ください。オンギター、今回の大丈夫ですか。今回の、アルバムでもほとんどの曲を、ギターを弾いてくださってます。素晴らしいギタリストです。後ほど紹介する古川初穂さんの弟様でもあります。結婚式のようになってきましたね、すいません。オンギター古川のぞみ。そして、ステージ上手で帽子をかぶっていらっしゃるのが、オンキーボード、今回のアルバムのプロデュースも担当していただきました、古川初穂。初穂さんについては後で少し時間をいただいて喋りたいと思いますが、ではとっとと次の曲に行ってみたいと思います。あ、短い時間、あ、違うんだ、そうそう、あ、じゃあ、あ、すいません。では短い時間ですけれどもゆっくり聴いてください。
ー